はい、記事です。さて今回は楽天を戦力外になった後、ヤクルトで活躍しているリリーフ投手近藤弘樹投手と今野龍太投手について、今シーズンここまでの成績を詳しく見ていきたいと思います。まずは近藤投手ですね。ここまでセリーグ2位となる17登板、 14.2 イニング、自責点はソロホームランによる1点のみで、防御率は 0.61、 フォアボールも少なく被打率も低いことからウィップも 0.75 と今のところ圧倒的な数字を残しています。ウィップとは1イニングあたり何人のランナーを出すかという指標で、 1.20 以下なら優秀と言われるんですが、この 0.75 というのはイニング数が少ないながらもかなり異常です。続いては球種割合を見ていきましょう。近藤投手は投球割合のほぼ7割をシュートが占めています。このシュートがとんでもない球威で、体感常時150キロ以上を計測し、最速は156キロです。まあ、他にはカットボールを 16%、フォークを 10%、ストレートを 5% ほど投げていますね。近藤投手といえば、シュートばかりが語られるイメージですが、まあ、正直、カットボールやフォークのキレも凄まじく、現状を見ていて全く打たれる気がしません。まあ、一応母数は少ないものの、球種別の被打率からも、近藤投手の全ての球種が高い次元にあることがわかります。続いては、対右、対左打者別の成績を見ていきます。シュートが中心ということで、左バッターより右バッターの方がしっかり抑えられているんじゃないかと思っていましたが、まあ、実際は左バッターの方が抑えていました。左バッターに対してはシングルヒット3本で、長打もフォアボールも許していません。まあ、この理由に関してはいまいちわからないので、まあ、もしどなたか考えうる理由などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。で、近藤投手といえば、今シーズンはここまで火消しとしての役割を主に担い、ほとんどの場面で完璧に仕事をしてくれています。まあ、今シーズン火消しとして登板したのは合計4回で、それぞれこちらのような結果となっています。5月1日の横浜戦では、倉本選手に156キロのシュートを捉えられて2点タイムリーを許してしまったものの、まあ、そこに至るまでに無視満塁から2者連続三振で抑えたのが印象的です。このように火消しとしては今近藤投手が一番信頼できるわけなんですが、それを裏付けるデータとしてランナーを背負った時の被打率を見ていきましょう。今シーズンここまでの近藤投手はランナーを1人以上背負った時の被打率が24打数3安打の1割2分5厘と、通算被打率1割8分4厘と比べてもランナーを背負ってからの方が打たれていません。さらに得点圏にランナーがいる時に絞ると13打数1安打、被打率が0割7分7厘と驚異的な数字を誇っています。それこそこれは先ほど紹介した倉本選手に2アウト満塁から打たれた1本だけですね。もちろんさすがにこれは出来すぎな数字だと思うので、登板数を重ねていくうちに得点圏被打率も若干は上がりそうですが、得点圏にランナーを置いた時にギアが上がるタイプのピッチャーだということは間違いなさそうです。ちなみに近藤投手のインタビュー記事が週刊ベースボールオンラインで上がっていて、まあ、そちらがねかなり面白かったので、まだチェックしていない方はこの動画が終わった後に概要欄のリンクから読みに行ってみてください。続いては近野投手を見ていきましょう。今シーズンは13登板、14.2 イニング、防御率 4.91 という成績を残しています。正直、防御率はやや高めですが、これに関しては横浜スタジアムで 0.2 回2失点、0.1 回5失点と、なぜかハマスタで大炎上を2度連続でしてしまっていることから数字の見栄えが悪いだけで、残りの 13.2 イニングは1失点に抑えています。近野投手の最大の特徴は空振りを奪えるストレートです。投球割合の3分の2を占めるほど多投しているまっすぐですが、空振り率はここまで約 13% とかなり高めの数字となっています。ここでヤクルトのクローザー石山投手の2018年ストレートと比較してみましょう。中継ぎとしてのキャリアハイである2018年の石山投手はストレートの空振り率が 8.2%、 見逃し率が 20.25% です。それに対して今野投手のここまでのストレート見逃し率は 19.3% なので、まあ、ストレートだけに絞ると石山投手よりもいい可能性があることがわかります。また被打率で見てもストレートは35打数7安打の2割ちょうどとかなりいいですね。まあ、ちなみに去年は49打数7安打で被打率1割4分3厘だったので、近野投手のストレートが打たれないのは偶然ではありません。近野投手のストレートは素晴らしいんですが、それに次ぐ変化球がなかなか出てこない印象です。まあ、強いて言えばカットボールはきちんと使えているイメージですが、例えば去年 10% ほど投げていたフォークは15打数7安打で被打率4割6分7厘とかなり高く、今シーズンも同じくらいのペースで打たれています。まあ、一応フェニックスリーグの時期にフォークの精度向上を目指しているという記事が出ていたんですが、なかなか結果に結びついていないようです。まあ、このフォークがもっと良くなれば、質の高いまっすぐをさらに活かせるようになると思うので、フォークが改善
されるのが楽しみですね。続いては対右対左打者別の成績について見ていきます。今野投手も近藤投手と同じく左バッターに対しては圧倒できているものの、右打者からはわりかし打たれていますね。この傾向は去年から続いているものなので、まあ、偶然でもなさそうです。これも理由としてはいまいちわからないので、まあ、考えうる理由が何かしらある方はぜひコメント欄で教えてください。はい、今回は近藤投手と今野投手について詳しく紹介していきました。2人とも戦力外から獲得したとは思えない投手で、まあ、今やヤクルトに欠かせない存在となっています。これからもこの活躍を続けてもらって、シーズン終了後にも素晴らしいデータを紹介できたら嬉しいですね。ということで今回の動画は以上となります。よかったら高評価、チャンネル登録、そして概要欄から Twitter のフォローもよろしくお願いします。また試合のある日は毎日夜10時から雑談配信も行っておりますので、ぜひそちらも見に来てください。また次回の動画でお会いしましょう。では。